はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー8続けやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、このエスタのね、大統領が誰か判明しましたね。はい、ラグナ。ということで、前回作戦聞いたような動画でしたけど、こうキロスとオードもいてね。はい、ということで作戦は聞いただろう。俺もあんましよくわかってねえが。ね、引き受けたら始まるんですけど、作戦の内容は前回の動画見てください。もう一回説明するともう一本動画作っちゃうことになっちゃうので、ね、同じものを何回も作れないんで。よし、じゃあ行くぞ。ラグナロク乗るぞ、ラグナロク。あの中で最後の作戦説明しようぜ。だからラグナロクって名前もね。なんとなく繋がってきましたよね。一回乗りたかったんだ、あれ。俺と名前似てるしな。名前似てるしな。よし、ラグナに乗る、ラグナロクに乗る、ラグナね。諸君、ここからは最終目標アルテミシアまでもう一気に行っちまうぞ。作戦のおさらい行ってみよう。まずルナティックパンドラに入りエローネを救出する。次に魔女アデルを倒す。寝込みを襲うけど卑怯だなんて思うことはないぞ。ここで注意、アデルは魔女だから力の継承がある。ニノは引き受けてくれるか。大丈夫です。よし。で、次に魔女アルティミシアがリノアに入ってくるのを待つ。またまたリノアは辛いけど我慢してくれっか。はい、さすが。で、エローネとリノアとアルティミシアの過去へ送る。時間圧縮が始まる。エローネ、リノアを取り戻す。圧縮された時間の中を未来へ進む。アルティミシアのいる時代は遠い未来。本当ならここにいる誰も存在できない世界。そんな世界に自分を存在させる方法は一つしかない。仲間同士お互いの存在を消さないことだ。仲間同士お互いの存在を信じ合うことだ。相手が存在することを信じるんだ。その相手はこっちの存在を信じてくれてるぞ。友達でいること、好きになったり、好かれたりすること、愛し愛されること、全部一人じゃできねえだろ。相手が必要なことだろ。なあお前たち、仲間と一緒にいるところを一番思い浮かべやすい場所はどこだ。そこに全員が一緒にいる様子を思い浮かべるんだ。時間圧縮が始まったらそういう場所を考えてそこを目指せよ。そうすれば大丈夫。その場所はお前たちを出迎えてくれるぜ。どんな時代になっていけるぜ。この作戦に必要なのは愛と友情、それからこの作戦を信じる勇気。名付けて愛と友情、勇気の大作戦だ。頼んだぜ、みんな。愛とか友情とか古臭いけど、みんなその気になったみたいだ。うまくいきそうか？やってみるさ、ね。ということで、あ、釣った。まあ、まあ。待って、ルナティックパンドラか。そうだね。どこだあれ。よいだ、突っ込もうぜ。素直に行かせてもらえるかしら。大丈夫、大丈夫。機関砲、手法の準備は整ってる？準備 OK。ズガーンと打ってドガーンと大穴開けてやる。バリアだ、突き破っちゃえ。さて、まあ、リノアもいいんだけど、どうすかね。キスし、しとくか、これしとくか。待って、メンバーチェンジ、できない。あ、できないか。
何やリノアで。いやリノアでよくねえな。あ、いいのかリノアで。こうなっちゃうんだよな。まあリノアがどうとかって言ったじゃん。まあいいか、言っちゃう。あれどっから行くんだこれ。あれズガーンってなってるね。ここか。ん、奴ら到着不可能。あの声、あ来た。あほらスコールだもんよ。驚き。全都合良い。そうだもんよ、リノアもよこすもんよ。ふざけるな、リノアは渡さない。エローネも返してもらう。アデルも復活させない。よ、欲張りだもんよ、ずるいもんよ。説得効果 無理やり奪うそうだもんよ、行くもんよ。はい、風神雷神。まあリノアがいるからちょっとは弱く。ああそうか、これかも関係ねえか。ほら俺が言った通りになったもんよ。あーこんなドローできんだよ。風神やサイファーと行動を共にしている。相変わらずパワーで押すタイプだが、たまに支援魔法も使うようになったところに進歩が見られる。43だね。まあちょうど中間になってる。ルナティックパンドラ内部でサイファーを助けて行動している。魔法を対応するようになり、はじめは支援魔法を使い、後には攻撃魔法を連発してくる。ね、だから支援させんなって話。サイファー助ける。無情、俺の本気面白いもんよ。オーラだから、どこで負けたらその人倒すか。さすがサイファーが恐るだけのことあるもんね。うわ、おせ。この音ゲーと一緒だよね。早いようになれると遅いの押せなくなる。また負けちまったもんよ。リノアがいるおかげで難易度が下がってるね。ラストエリクサーパワーアップ。あ、サボテンダー自爆を終えましたね。自爆もね、ちょっとやばいもんね。先撤退。おお、まだ負けたわけじゃないもんよ。
はい、ということで敵会いたくないんでサクッと攻略しましょう。なんでわしがあの若造の命令でこんなケーキのチェックやせずならんのだ。でも若造って言っても上官ですからね。若っちょるは大体軍人なんぞしとらんかったら、あんな若者、若造に顎で使われることもないだろうに。ははは、面白いこと言いますね。それならやめちゃえばいいじゃないですか。何をバカなこと言っちょるか。あは、冗談ですよ、冗談。そうか。よし、やめちゃる、わし軍人やめた。ウェジ、帰って酒でも飲もうぞ。え、で私もですか。当たり前じゃ。さあ、行くぞ。ちょっと。ビックスとウェジやめた。1番でいいか。もうこのまま行っちゃうんで。まあいろいろめんどくせえのいたりすっからね。機械みたいなやつ来たじゃないですか前ここでね。まあいかにもまあセーブしたからいいけどさ、別に何回もしなくても。おまた会ったもんよ。お相手するもんよ。相手今回自分たちいな。そうだもんよ、すごいメカがあるんだもんよ。はい、これもカードでねちょっとちらっとは見てたけどね。あ、反撃モード、遅延攻撃モードオフとかね、めんどくせえからさ。クレア、あ、そんなもんか。どうすかな。トリプル、使わなくていいよ。移動兵器8型 BIS ルナティックパンドラの内部に設置されていたエスタ軍の機動兵器、非常に古い時代の兵器だが、ビームやレーザーを使った攻撃力は現代の兵器を上回る、ね、まあ通フォーミングレーザー、ダメージが、あ、出た、エンドオブハート。はい、9999連発。ちょっとゆっくり見たかったな、ごめんなさいね。あ、ライブラで横も見れたな、ライオンハート取ってね、こんな風になりますんで、ね、レーザーキャノンで。はい、エローネを取り戻しに来た。お客さんみたいだぜ。相手してやってくれ。夫人、止めかな、 C かな、なんだ、もうやめるもんよ。何これ、虚構。向こう行けか。部屋から出ていろ、ラグナが迎えに来てくれるはずだ。おいおいおい、頼むぜ風紀委員。サファやめるもんよ、なんだかわけわかんないもんよ。わけわからねえってのはこっちだぜ。仲間だと思ったのによ。ちなみにですね、これサイファーなんですけど、まあね。まあ今から起こるイベントもあるんだけど、いろいろ自分寄り道してたじゃないですか。オーディン取ったりね。それによって起こるイベントもあるので、まあそれを見たかったってのもあったけどね。仲間。仲間だよ。いつまでも仲間だよ。仲間だからあんたの力になりたいよ。そんであんたの夢が叶うなら何だってしてやりたいよ。でもね、サイファー。お、夫人ちゃんと喋ってる。あんた操られてるだけだ。もう自分の夢も何もなくして変なものの言いなりになってるだけだ。だから元に戻ってもらいたいんだよ。それ私たちじゃできないからスコールに任せるしかないんだよ。悔しいよ、スコールに頼るしかないなんて。サイファーまだ続けるの？今までありがとうよ、夫人雷神。まあ本当に思ってくれてる
仲間の言葉だよね。いいよね。士ごっこを続ける気か？士は廃業した。今の俺は若き革命家ってとこだな。何やってんだよ。いつでもでかいことやってたいんだよ。止まってたくねえ。俺は走り続けてみせる。ねえ、リノアの元彼だよ。ここまで来たんだからよ。俺はゴールってやつを見てやるぜ。お前らには見せてやらねえけどな。またエンドオブハートの餌食になってもいいけどね。これで、はい、暫定権出るんですよ。オーディン取ってるとね。なんだけど、すごいこと起こるよ、これ。オーディン持ってないと見れないイベントで。はい。斬鉄剣返し。で、剣が飛んでいって、空が真っ二つのすごいよね。オーディンが。この手で俺を倒そうとはな。さあ、スコールかかってきな。顔の傷をもう一つ増やしてやるぜ。はい、魔女の騎士として敗れたことで失ったプライドを取り戻すためには勝利しかないと決意し、そのせいか技のキレは格段に向上している。ちなみにこのサイファー倒した後、あのカードのイベントとかいろいろあったじゃないですか。できなくなるもの結構多くなるんで、だからね、先にやってたって、あのオーディンもそうですね。この後に取ることは確かできたかな。なんだけど今のイベント見れないですよね。なんか剣飛んでいってなんかおかしいことになってましたよね。だからまあそうだね、オーラでスコールかけちゃっていいか。ここまともにね、なんだろう、戦ってなかったら気分だな。4本目をくれたのはあんた。ん？お前なのか。バ分かります、バって。もしそうなら俺の剣を買わせるはず。行くぜ。ギニャどこにあるやら次元の狭間。ねえ、こいつギルガメッシュですね。オーディン、ここの時点までに取ってなかったら見れないです、このイベントは。だからカードにギルガメッシュいたじゃないですか。そういうことね。だから、わかんないでやると、全クリした後にどこにあいついたんだってなるし、自分もわかんなかったんですよ、これ最初やった時。だもちろんね、やり逃してましたしね、一番最初の初見なんかね。サイファー。まだだ。まだ終わりじゃないぜ、スコール。スコール、リノア。スコール、サイファーがリノア連れてったわ。とにかくサイファーを追うぞ。はい。ということで、リノアがいなくなっちゃったからどうすかね。とりあえず強いメンバーでもいいかな。ジャンクション入れ替え。リノアから変えとかないとまずいからね。サイファーやめなさいよ。もう気が済んだでしょ。あなた本当はそんな人じゃない。もう戻れねえんだよ。どこにも行けねえんだよ。魔女は一つに、アルティミシア様のお望みだ。かわいそうなサイファー。もうどうしようもねえんだろうな、サイファーも。気持ち的にね。はい。ということでね。まあ、どうすっかな。
一応ね、これで4枚目なんですよ、ディスク4。ね。まあ、今回ここまででいいか。まあ、風神、雷神戦って、サイファー戦って、あと機械戦ったよね。で、エンド・オブ・ハートとか、あのクソ強いのあるので、まあ、それ駆使していけばいけっかな。ね。今回ここで終わりたいと思います。ギルガメッシュ出てきたんで、今度オーディンの代わりギルガメッシュ出てきますんでね。まあ、そこも、見れっかな。雑魚キャラの時ね、たまに発動する感じなんでね。まあ、もちろん斬鉄剣とかも使ってくれる時あるんで、まあ、いろいろ増えたりはするんですよね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。